氏族。死族は、明治維新以降、江戸時代の旧武士階級や、地下が、公家や寺院の使用人のうち、原則として、六を受け取り、家族とされなかった者に与えられた身分階級の俗称である。氏族階級に属する者には、人身戸籍に、氏族と身分表示が記され、第二次世界大戦後1947年、 昭和22年の民法改正による家制度廃止まで戸籍に記載された。1869年、明治2年の藩籍奉還の直後の明治2年旧暦6月25日、西暦1869年8月2日、明治政府は旧武士階級、藩士兵卒のうち、一門から平侍までを氏族と呼ぶことを定めた。 明治二年行政官たち第五百七十六号。氏族の選定基準は藩によって異なるが、加賀藩の場合では、直参身分であった足軽層の一部や上級氏族の家臣である陪身層も、氏族とされていた一方で、中間などの武家方公人は、卒族に編入された。政府方針としては、旧来の武士身分の統一を図るものであったが、多くの藩では、 独自に小中華などの等級をつけ、旧来の価格制度を維持しようとした。さらに、明治2年旧暦12月2日、西千1870年1月3日、かつての旗本が新政府基準後に与えられていた中、課題部上司以下の省が廃止され、家族に編入された一部の交代寄り合いを除いて、氏族に編入された、明治2年大上官布の大戦四号。 明治3年旧暦12月10日、西暦1871年1月30日には、家族とみなされなかった多くの地下化家、ク下に仕えていた青侍などの家臣層も子卒族に統合された。その後、自社の寺侍なども段階的に子卒族へ統合された。その一方で、旧金の財源不足への対策として機能起床が推奨され、 子卒族から平民への転籍が推進された。また、倉前の等級の変更により、一部の卒族から子族への属籍変更が行われた。1872年、明治5年に編成された戸籍、人身戸籍においては、属籍の項目が設けられた。当時の全国集計による子族人口は、全国民の3.9%を占める258,952個。 128万2167人であった。また、卒族人口は全国民の2.0%を占める16万6873個、65万9074人で、氏族、卒族知事の人口は全国民の約6%を占めた。詳しくは、人身戸籍の項目を参照。明治5年旧暦1月29日。 1872年3月8日、卒族の賞が廃止された。卒族のうち世襲であった家の者も氏族に編入されることとなった。一方、新規に一代限りで卒に雇われた者は平民に復席することとなった。明治5年大上官布の第29号。明治5年初頭の時点で卒族だった者の9割近くは氏族に移行している。明治8年までには、 卒族は完全に解体され、世襲の合死階級も氏族に統合された。明治九年の時点で、氏族は四十万八八千百六十一個百八十九万四千七百八十四人を数え、全国民の五五点パーセントを占めた。なお、法的には、死卒族として扱われなかった、売身や武家奉公人等を含む、旧武士階級の総人口については、 諸説あるものの、例えば、私族受産の対象となった、旧武家人口がほぼ私族人口の倍であったことから、総人口の10.4%程度であるとする、資産や、反省一覧掲載の人口と、石高比から約336万人であるとする、資産がある。旧武出身者の平民赤取得の経路として、売身や武家法公認の例以外にも、例えば以下のような事例が挙げられる。 明治から昭和の初めまでは明治初期からの代々の家族が全て同じ戸籍に記され、四代程度にわたって、兄弟姉妹、配偶者、それぞれの子供、潜んだ家族すべてが記されていた。男子は結婚しても兄弟すべての家族が記され、他家に嫁いだ姉妹のみ結婚後は席を移すが、男子が分析することはなかった。分析するのは何らかの特別な事情がある場合に、 限り、通常は、王女隊の戸籍であった。氏族に生まれたものであっても、分析した場合は、平民とされた。大正時代の平民最小、原隆氏は、上級武士の家柄であったが、当時の徴兵制度で、古種は、兵役義務から免除される規定を受けるため、二十歳の時に分析して、古種となり、平民に編入された。江戸時代までの武士階級は、 戦闘に参加する義務を追う一方、主君より世襲の俸禄、過禄を受け、苗字た脇や殺人権、拙者御免などの身分的特権を持っていた。しかし、武士は江戸時代における平和を通じて貴族化して堕落し、内外の問題にも無関心になり、百姓から収奪した年貢を食いつぶすだけの存在と化した。こうした旧来の封建性的な社会制度は、 明治政府が行う、市民平等や徴兵制などの近代化政策を行うにあたり障害となった。1869年、明治2年の反籍奉還で、武士身分の大半が士族として政府に属することになるが、士族への出力支給は、政府の財政を圧迫し、国民軍の創設においても士族に残る特権意識が首相となるため、士族身分の解体は、 政治課題となった。氏族の特権は段階的に剥奪され、1873年、明治6年には徴兵制の施行により国民開兵を定め、1876年、明治9年には配当令が実施された。出力制度は1872年に給付対象者を絞る続籍整理が行われ、 1873年には、実録の返上と引き換えに、資金の提供を可能とする、実録交際の発行が行われた。そして、1876年に、金録交際を発行し、打艦をすべての受給者に強制する、実録処分が行われ制度は終了した。また、明字の名乗りは1870年に平民にも許可され、1875年には義務化された。 国民皆生。このほか、1871年には異なる身分、職業間の結婚も認められるようになった。一時、氏族に家族と別立ての借位を授与しようという議論が、岩倉智美らにより模索されていた。1876年、明治9年の木戸高吉らの案では、家族に、公爵、白爵、氏族に、子爵の借位を授けることが構想されていたが、 木戸の氏と氏族の反乱などが重なり、沙やみとなった。その後、明治新政府の元君であった伊藤博文から維新に功労があった武士を、勲功家族とする案が提唱され、これが採択されることにより、明治の元君らは、勲功家族として取り立てられる一方、一般の氏族に対する恩典は、名字縦脇や実力はろか、名文上の栄誉さえも許されず、単に戸籍における俗称のみが、 氏族に許されただけであった。市民平等へと移行される過程で、氏族身分は解体され、多くは生計を立てるため農業や商業を始めた。塚原支部賀県によると、商業で最も多かったのは、汁粉や、団子屋、墨巻きや、小道具屋などであったという。特に屋敷の長屋などで、先祖代々の家財道具を並べた安直な小道具屋は、供給に対して需要が少なく、 王兵で堅苦しい客王対もあり、庶民の連憫と調笑を買った。このように、特権を失った士族が慣れない商売に手を出して、失敗する例は多く、士族の商法と揶揄され、請求に不慣れな商売などを始めて失敗することの、たとえともなった。落語のネタにもなり、三遊亭演唱の、士族の商法、八代目カツラ文楽の、素人うなぎは特に有名である。また、 歌舞伎では、水天宮理負深川、下吉正十字、辻勢が残切り者の代表作となっている。こうした状況に対し政府による救済措置として困窮した士族を救済する士族助産などが行われたが、やはり失敗する例が多かった。西郷隆盛が唱えた政官論にも士族の救済という側面があったが、西郷が清掃に敗れ実現しなかった。 特権を奪われた氏族の一部は新政府の政策に、不平を唱えて、不平氏族各地で反乱、氏族反乱を起こした。しかし、不平氏族の反乱はすぐに鎮圧され、多くは没落して故郷へ帰るなどした。このことも、風刺の対象となり、氏族の商法とかけて、アル平等、不平党、老い者、頑固り不平を起こし、薩摩氏族などとひねくられた。なお、 不平士族には政治運動、士族民権を展開するものもあり、後に功能と結びつき自由民権運動へと移行した。ただし、士族の中でも知識や人脈、既得権益を生かして実業家に転向するものも見られ、例として日産コンツェルンの創始者、相川義介、日本初の百貨店、三越百貨店創立者、日比大介などが挙げられる。また、 私族銀行や殿様銀行と呼ばれる私族の資産を生かした銀行、国立銀行が設立され、日本の食産工業政策を活性化させた。武芸や学問に通じたものは、軍人、警察官、教師など管理に転向したり、かつての藩主と藩主の縁故関係から、県、軍役所に採用された例も多い。落農のように、元来の農民がこれを忌避したがために、 氏族がこれを手掛けて成功した例もある。明治政府により、琉球王国が琉球藩とされた後、王子を家族の構成員とし、一回を持つ地区都市以上の階級の者が氏族とされた。地区党の,の階級は基本的に無禄であったが、王朝時代に私有地を獲得していたため、禄を受けていた上級氏族よりかえって豊かになることもあった。明治六年。 1873年以降年々、国民の総人口及び、士族人口も増加傾向をたどったが、総人口に占める士族の割合は、死卒合併がほぼ完了した、明治7年、1874年の5.6%から、ほぼ単純減少を示している。平民の自然像に加え、士族の世帯から、長男以外の男子が分析して平民に移行することも、 原因として挙げられる。以下に、明治9年、1876年以降の、死族人口の変遷をまとめる。階級としての武士が平準化を迫られた一方で、江戸前期まで支配を担ってきた階級として、扱いに困っていたが、明治新政府は、反発制度より引き入られた政府であり、役人も当初は、各藩からの、上司、 公使という人材教室より始まったものであるため、藩籍奉還後も藩主は、藩知事、旧藩主たちは、藩理として務め、府県に移行した後も奉職した者も,も多い。明治14年、1881年段階の中央や地方官における氏族の官職保有率の割合を見ると、官員総数が約7万8千人のうち、氏族の任官者は約5万2千人。 地方軍町村林においても、約9万2千人のうち氏族の割合は1万5千人と、比較的高い割合を占めていた。11位から18位までの有意者の割合も、明治17年、1884年から明治36年まで7割から6割の間で推移していた。しかし授与された有意者は氏族を救済する役目もあった。ため、割合は多めである。このことから、 族跡としては特権を失う一方で、明治新政府や地方行政の中では、既得権益を維持した士族もいたことがわかる。なお管理は、募集人数が少なく、すべての士族がつけたわけではなく、転校する羽目となった士族が多い。後に、下記の通り選抜が実力化されると、割合としては、急激に減少していき平民に置き換わっていった。士族は、 比較的良い教育水準を持っていたとされる。明治期に、管理大学と高等教育機関の整備が進められ、当時の文部省年報を見ると、旧正高等中学校の学生に占める割合は、明治前期にあたる明治19年、1886年から25年、1892年までの統計で、おおむね半数近く、低い年度でも3割強を占めた。 明治43年の統計では大幅に割合が低下するものの、それでも3割に近い割合で士族が難関中学、高校へ進学していることが確認される。明治前期は割合がやや多かったが、明治中高期になると数値が目立たなくなり、確入試の制度が確立されたことによって、平民の数が増えていき数値としては逆転したものとなっていった。 一連の教育制度が整い、続籍に関わらず進学の道が開かれる一方で、管理登用の面でも国民に広く任用の機会が開かれた。明治20年、1887年、文官試験司法及び見習い規則が整い、能力試験に基づく管理任用が始まったが、士族の指定の任用は低くても2割から3割を占めた以下の表文官高等試験。 行政化合格者属席別構成参照。地方理員の任用も、古城以外の区郡庁や、初期などの公職にも見られ、氏族が天校を含めて、各職業の母体として存在していたことがわかる。管理以外では、教員の職も重要な職業選択の道であった。中学校、高校、市販学校の校長、教員、初期の占有率は、明治15年。 1882年で多くを占め、小学校でも半数程度の占有率を有し、事務員に至ってはほぼ氏族であった、以下の表全国公立学校職員、属席別構成参照。なおデータは、明治初期のものであるため、こちらについても後に平民に置き換わることとなっていく。以上のように、氏族は、社会的優位性や特権など、制度的な恩典を創出しつつ、 明治中期までは日本である一定の水準などといった社会的な地位の一端を担ってきた。これら氏族に何らか恩恵があるとすれば、わずかに第二次世界大戦前まで履歴書や新士録の類に氏族という記載が残り、県氏族、学校卒業生には卒業証書に大学で学位を授与された者は、学域に氏族の俗称が併記された。そうした、 わずかな慣習が幾分か名誉的な意味を持ち、家柄を誇る気分を氏族に与えた。氏族の家庭の破壊石には、県氏族何房の墓と掘った例も見られる。新潟市の泉西寺にある、皇太子妃、政子の祖,祖父、大和田近吉の父とされる、大和田正尻、明治七年、1874年七月二十八日没、の母品には、新潟県観族氏族村上獣。 大和だただと刻まれている。古籍の属籍記載は1914年、大正3年に撤廃され、第二次世界大戦後、士族の属称は廃止となった。その後も、古籍法改正で属称を表記しないことに定まったが、原本には残っていたため、1975年、昭和50年頃までは、旧古籍当本を取得した場合には、士族と明記されていたため、 わずかに出自として士族であるか否かを知る術が残ることとなった。しかし、それでも戸籍上の記載も昭和43年、1968年、続称が記載された近代では、最古の戸籍である人身戸籍が結婚や就職に際し、かつての被差別階級特定のために悪用されている経緯が明らかとなったことから、 公務大臣の命により閲覧禁止の措置が取られ、以降の明治19年式戸籍においても、俗称記載がある部分は戸末され、俗称を閲覧することが完全にできない状態となり、士族の法的な意味合いは完全に消滅したと言える。戦後に内閣総理大臣を務めた岸信介は、自伝の中で成果の佐藤家について、佐藤家は貧乏でこそあれ、家柄としては、 断然飛び離れた、旧藩時代からの氏族で、ことに、祖,祖父、信広の遺構がまだ輝いていた。また、叔父、叔母、兄、姉など、いずれも中学校や、女学校などに入学し、いわゆる学問をするほとんど唯一の家柄だったので、あると述べている。佐藤家の家運が傾き貧乏になった時も、うちは、県令と氏族の家柄ですからね。と、頑としてくじけず、 対外的な意地を張り通したという。また、終戦直前期に内務大臣を務めた安倍賢旗は思い出の木の中に私は裕福ならずといえども雫の家に生まれ乾燥なりといえども故郷を持ったことは誠に幸福であった安倍家が雫であったことと故郷を持っていたことは常に私を弁達し心に活を入れてくれた雫は 家族と異なり何等政治的特権を持っているわけではなく、ただ武士の家柄に対して明治維新を与えられた俗称に過ぎなかったが、士族の家柄は一般から尊敬を受けたものであると記している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。